お疲れ様です。今日はですね、現環境でも参るね、こちらメガナイトウォールブレイカードリルやっていきます。というわけでロケ砲と、あとはドリルですね、はい、なことによってエレイジャイだったり、まあ、ゴーレムだったり、まあ、今の環境のね、大型に戦えるよといった構成になってます。はい、言いましょう。さあ、でロケ砲めっちゃ強いんですけど、ゴルナイトルネがね、まじどうにもできない天敵ゴルナイトルネですね。まあ、なんですけど、もう最近そのゴルナイトルネが多すぎて、それの対策として、まあ対策ってこともないんですけど、立ち回り上でゴルナイも走られるんです。走られるのはもう仕方ないけど、走られた後からゴブリンとかを出して、なんか後から太陽っていうのがね、最近ちょっと流行ってるというか、もうなんか当たり前にはなってきているかもしれないです。ゴルナイの突進も防げないので後から頑張ろうぜっていう感じですね。で、今回遅延スキラかよいしょのマイティ型っすね。いや、初っ端から結構ゴリゴリきますが、マイティか、まあ、マイティはちょっとザップでリセットができるので、まあできたらいいなぐらいか。まあでもマイティの受け自体は相手そんなに優秀じゃなさそうなんで、なんか、お、え、神座お願い、ウォールブレイカー一発。さあ、ベビードラが厄介かな。右のゲートもなんか入ってますね。で、スキラはゴブリンで受けたいね。もうスキラは逆にゴブリンだけでいいので、もう来た瞬間に逆サイとかぶっぱしてゴブだけ防衛したいが、マイティどうしようこのマイティちょっとおしゃれに下げちゃう、意味ねえかな、だいぶ意味ないようにも見えるんですけど、普通に攻めちゃえばよかったかな。まあそういう日もあります。で、なんかいやらしく攻めていこうぜ。うい、さあユウのゴブリン越したっすね。もう一回、はい、早かったな、飛ぶまでが。ユウのゴブリンね、覚えておくのがちょっと強そうな。マジスケラ、スケラ撃たれるだけめんどくさいので、一応ゴリゴリいきます。行き過ぎやろぐらい行ってね。さあ、マジ行き過ぎやろぐらい行って、ウォールブレイカーが刺さる。よしよし。でロケ砲はマイティの時間稼ぎめっちゃ頑張ってますね。はいはいはい。で、この辺で処理しつつ、いや、行ってもいいが、これで一旦タラを使わせた。でもメガナイトマジいらないっすね、相手がマイティなんでね。よしよし。さあ、ゴリゴリ行って、あー、アイスウィズが、あれ、ザップでちょっとこっそりしばきながら、よしよしよし、コソコソダメージ稼いで、まあ、マイティでワンパンだけ気をつけたい。あ、でもこれはあなた止まらないんじゃないか、何かが。あなた何かが止まらない。さ、ゴブリンが明らかに強い。あ、マジで。このマイティだけ、ちょっと負け筋なんだよね。あ、言うのいらなかったな、絶対。本当にない。さあ、ここまで来れば、だいぶ勝ったんじゃないかと、思いたい。ゴリゴリ行きます。さ、ザップまで打って、ロケ砲のダメージ稼いで、ふい、一発延命して、いやー、ロケ砲なんか届いてねえの。ウォールブレイカーまで行きます。はい、いいね。ロケット押しいることで非常に防衛がね強くなりますね。対大型とかだともっともっと輝くんで、まあ、あとは今回の相手がマイティだったのもでかいかな。スキキンとかがね、やっぱドリルのやつ、ドリル系に対してのバルキリーダックリスキキンとかがね、もういないだけで、ドリルは飛ばしとくっすね。オールブレイカーも2コスなんで、投げ放題です。はい。無料みたいなもんなんで。オールブレイカーマジ回ってきたら投げまくった方がいいっすね。2コスのダメージ800、1000ぐらい入るんで、壊れてます。さあ、馬耳、バジ。バットマンっすね。バットマンさん。さあ、ウォールブレイカー。お願い、コウモリ。頑張ってくれ。おい。
さ、オールブレイカーディガーなので、まあ、マジアチャオールブレイカーですね。キングキドやーすからね、されちゃうっすね。あれはそれない、これもういっぱいいって、コウモリでぶっ刺すプラン、ちょっとザップまで打ってね、ダメージ稼いじゃうんです。オーケーオーケーオーケー、めっちゃいってるめっちゃいってる、こんだけ入れば逃げ切りもできそうですけど、さああえて何もしないスタイル、バカかなこれなぜ何も出さないんだっていう。これオールブレイカー来たら攻め打ってもできそうだな。さあ文句でしたね、文句だったらちょっと受けるの嫌そう。バルキリーじゃないんだね。あーうまい、じゃあザップでいいの。あーこれー怖いね、トルネードが。あーめっちゃいい。さあ一発ならいいか。いや2000守りたいっすね、これちょっとボムタワーがね厄介にはなる。こっから完封されると怪しいっすね。オッケー、あーいやめっちゃ入ってんぞ。オッケーオッケーオッケー。で文句は、まあ、ぶっちゃけキング起動できるんで、そこまでロケホのおかげでね怖くはない。そう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 、これロケット欲しいですね。いやーこのロケ砲がマジでありがてえ。これいなかったら249削るの結構厳しいと思うんで、であんまなんかメガネとか出すとちょっと怖いですからね。さあマジアチャだけ警戒して、これ右サイドはまあまあまあ許せる。よいしょ。さあマジアチだけマジでもう無理やりいきます。オーケー、さあ止めてしまえばみたいな感じですね。オッケーオッケー。いやでかいですね、序盤になんかやっぱこうユーノとかゴブリンとかドリルってやっぱキング起動されやすいんかな。そうだから上手いプレイヤーほど序盤にトレネでキング起動してくる、だからこそ序盤のあのトルネ使うだろうぐらいのタイミングでなんかドリルオールウェイカゴブリゴブリブッパーしとくと、さあ大ダメージ与えれてね、それで逃げ切れます。キングギドはねやっぱされるとねだいぶきついんでね。あーはー来たよみんな、悪魔が、悪魔と言ってただのエレジャイです。はい、悪魔デッキだ、いらねえザップでもしておきますか。でこれエレジャイにはねドリル防衛とロケ砲で頑張りたいですね。そのためみたいなとこあるんだね。まあでも攻めドリルもしたいね、まあ、ボンバーいるかな。 あそうっす。さあ攻めたいが今だ、これはだいぶいきます。エレジャイか、後ろに下がる。よし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 、まあ、トルネでこのロケ砲行かれるとやばいか、もしゴルネでもやばいけど、やめて。うっよしよし、いやでかいでかい、これ逆に大カウンターだぞ。何をつけよう一旦コウモリ、一旦コウモリつけて、いやな、えめっちゃ雪するやん。あでもない、あーこれなんかもったいないか、大砲ですごいいかれそう。さあでもでもよ、こんだけダメージ入ってんで、あと逃げ切れれば守れればっすね。エレジャイゴルナイフェニトルネの最終奥義が来ちゃうっすね。ドリルちょっと手札に欲しいな。
まあ、ドリルで下げるプランもあるっすよね。こうやってエリゼ来ても、いやーこの卵壊れたら熱い。いやなんかでも怪しいな、危ない、怪しくなってきた。これ入らないと本気で終わる。裏だったら、いや入れ入れ、はみ出ろはみ出ろ、うわーはみ出た、めっちゃいやこれ負けてたな、これ負けてたよな、正直。なんか700ぐらいあったもんな、ラスト。だいぶはみ出たっすねはみ出ろっつって剣詰しまではみ出てきたさ、これは本物だな。うん、スタンプ打ってきちゃう、本物だったから。さあ詰しゴーレムだ、墓石フェニベビのね、なんかゴレがねちょっと多いんすね上。やや流行ってきてやがる。さあ、あのビビラだけしばきたかったんですけど、しばけず。まあロケホっすね、結局これも。もうロケホゲーでしかない。あとドリルね、攻めでもやっぱ使いたいんですけどね、だいぶ手堅く守ってきそうっす。まあ金ギドされないように。お、なんかモルデが入ってんな。あー素晴らしい金軌道だなちょっとされにくいような位置に飛ばしたんだけど、1個深かったっす。さあ金軌道されるとだいぶ戦いづらいっすね、僕からしたら。えっ、なんかボス気味吸ってない、つめしあんな綺麗な金軌道して多分気持ちよくなってたな。よし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 って、にちゃーって言ってた、ケンズ。事故ってたけど、今。やばい。うわー、やりすぎだろ。今のやりすぎっすね、マジ。これやばい。ケツゴレくる、絶対。うわー、これ。だいぶ渋い。やめて。あ、でもドリルボーイあるからか、ちょっと攻めづらい。さあ結構苦しい展開ではあるね。一旦ウォールブレイカーぐらい攻めよう。さあ虫、最強ゴルナイトルに来ます。マジでドリルで頑張るしかないっす。いや痛いけど、まあ、このウォールブレイカーチクチクちょっといいっすね。まあ、あとはちょっと攻め用に左サイドに流して、このゴレがね、いってんだよな、だいぶ。あー、マジ、ベビドラやりすぎだろ。さあ、でも流れは意外と悪くなくて、端前、メガナイトまで見れるが、一回ユニットからでいい。フィジカルで受けてくんね。ロケホ頑張れ、キノコタイムだ、お前の時間だ、やりたいだけやるんだ。ドリルまでこれ攻めで使っていいっす。
オッケー。さあドリルが俺が頑張って守ってる間に決めてくれましたね。よし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 。いやこれはねロケット押しがマジで強い。あのマスケとかアチャクリだったらもうボコボコにいかれてます、ね、全部ロケ砲でねゴーレムもエルジャイも公園まで溶かそうぜっていう、ほんとそのためっすね、はい。まあ、ドリルもね最後ぐらいちょっと守れそうだなぐらいのとか、エリクサーリードしてんなぐらいあればね、せめてそれ以外守っちゃえばね。さあだいぶいいね。さあディープヤマシュンさんの、この人もゴレじゃないかな、なんかそんなイメージがある。ラバーの可能性があります。ラバーだったらちょっと美味しいけど、スケドラゴレだったかワンちゃん。いやー動きたいっすね。でも俺あと近畿道されるのちょっと嫌なんで、一回後ろから出して様子見します。差し目出して近畿されちゃうんだよ。あーいやさすがにゴレだな。まあ、ラバナクでも今ちょっといるな。さあちょっと近畿道マジでされたくないっていう。あーオリーもあったからちょっと楽しんだね。いやーなんかダメージ全然入らんすね。あんま攻めてねえか。ダクネビビドラスケドラ、まあ、ちょっと特殊っすね。まあ、トリネ使ったんでだいぶいけます。だいぶいきます。さあまあちょっともうちょっと稼ぎたいっすよ。ロケホがやっぱきつそうっすよね。みんなこれマジ強いんですよね。横ドリルのユニットぶっぱでゴールブレーカー追加、これがち犯罪系に強いんです。あー素晴らしい。キノコ頑張ろうとはしてる。さあマッスルパンチ痛い。うわマジ痛い、だいぶ痛い。もう一回いきます。残ってんで、ゴールブレーカーやめます。ああいやうまっ、されていないのが全部されてる。さあザップって無理やりねじ込み、多分ゴレ展開したいっすよね。かぶせますか。ああ展開してこない。さあちょっと痛いベビドラが。お、なんか事故ってる。ザップ、ああか微妙だけど、ゴブリンが頑張れそう。だいぶはみ出る。よし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 。いやここまで来たらまああとはドリル防衛もあるんで、でこの間に攻めてあげて、よしよし、これはもらったっすね多分。まあ、負け筋はこのドラゴン。
おい、オッケー。わ、マジで熱いね。ロケ砲だ。時代はロケ砲だ。さあ、鬼爆盛りの2800到達。さあ、めっちゃいいね。大型連続してんのも熱いな。さあ、ロケ砲ゲーしてる。ロケ砲。まあ、逆に、ヤナメにも当たってないのか。そうっすね。矢当たってない。タルババ取るね。ばっか当たってんな。タルトルはさては相性いいっすね。矢がね、やっぱロケ砲ワンパンされちゃうんで、それがちょっと戦いづらいっすよね。さあ、スターライトは、鬼うまい遅延スキャラっすね。あれ違いました。アイスピンになった。ああ、まあ、最近流行りのディガポイロケみたいな。ディガロケか。悪っすね。これゴブリン使ったから、俺の、ああ、俺のこのカウンターちょっと嫌がらせ攻めしよう。さあ、デリも使った。ああ、で、ゴブリン？ああ、ボムはやりすぎ。いやー、思ったより入らないっすね。さあ、流行りのデッキっすね。ロケットディガー削りみたいな。うん。ちょっとこれ、受け苦しんで、一回ね。まあ、ロケットなので、コウモリ防衛は強い。まあ、できるだけ拾いたいですけどね。ゴブリンで。メガナイト、コウモリ組んでもデリバリーあるでしょ？いやー、これは難しいっすね。だいぶ僕の攻めが多分通んないと思うので、いかに相手のダメージを抑えるかみたいな、ところになってきそう。これ当てれないのも痛いっすね。まあ、トルネードはないので、そして、まあ、ボムがね、ああ、置いてくれねえか。さあ、着衣で拾われる。これ、さすがに。ああ、うまいな。デリ使ってんで、あーいいアイスピスキル。あーマジボムタワーやだ。うっ、これダメージちょっと稼いでいく。これデリバリー落とさして、あの近起動されるのが安い。よしよし。いや、近起動されなくて、このダメージは、なんか悪くはない。けど、ロケがあるんですよね。ケツメガの2周目メガナイトプランですね。さあ、鬼固まる。カチコチプランですね、相手。マジロケ砲ゲーです。ブリン、よしよし、マジロケ砲ゲー。逃げろ。よしよし、逃げた。でこれは、あー、これ思ってたのと違うが、一旦デリバリー。いやー、これでもまだまだ負けれます。勝ちます。よし、はみ出ろ。あっつ、あいつこれロケ打ってくるっすね。いやー、でも全然入らん。
いやマジでいけいけどんどん行くしかない行くしかない行くしかない、あ見えてる、マジでいけ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 行くしかない、うわやばい、いやロケでも耐えるな、うわでけー、さあ危ない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 いやでも多分大半はねロケット押しなんですよね、これなんかロケオの拡散ってドンピシャで当たったら300近くダメージあって、かするだけでもね100ぐらい、かすり具合にもよるっすけどだいぶ削ってくれるんで、いやこれに勝てんのはねめちゃくちゃでかいっすね。さあ世界77位、なんかいいことありそう。というわけで皆さんもねこちらメガナイトウォールブレイカードリルやってみてください。お疲れ様でした。また、ね。